やあ皆さんこんばんは、ギムロ英介です。このチャンネルでは様々な未解決事件、解決済みの事件も含めて検証や考察、紹介をしています。それでは始めましょうか。赤城神社主婦失踪事件。ゴールデンウィークで人が混雑する赤城神社で突如失踪した主婦。失踪した主婦に一体何が起きたのか。彼女の失踪は自発的なのか、それとも事件なのか。関係者の証言や現場の状況などをもとに、主婦の失踪を検証、考察する。事件の概要。赤城神社主婦失踪事件は、1998年5月3日日曜日、群馬県前橋市三代沢町、旧宮沢村にある赤城神社、通称、三代沢赤城神社を訪れていた千葉県白井市在住の主婦静香紀子さん、当時48歳が参拝途中に突如行方不明になった事件。紀子さんは失踪する前日の5月2日に自宅がある千葉県白井市から夫と娘、孫の4人で群馬県太田市新田町現太田市にある夫の実家へ訪れていた。そして5月3日の午前中におじやおばと合流して買い物をしていた時に、義母が急遽赤城神社にツツジを見に行こうと提案する。合流したおじやおばを含めた典子さんたち7人は軽トラと乗用車の2台に分乗して午前11時半頃に赤城神社に参拝へ訪れた。典子さんたちが赤城神社に着いた時には雨が降っていたが、ゴールデンウィーク初日だったこともあってか、神社の第一駐車場には20台ほどの車が停車しており、なかなかの人手だった。赤ちゃんを連れた娘をはじめ、典子さんや義母、おばたちは車内で待つことにして、典子さんの夫とおじが参拝と水を汲みに境内へと向かった。典子さんの夫とおじが参拝や御神水を汲みに行った時刻は、第一駐車場に車を停車してから水汲み用の容器取り出しを踏まえて、午前11時35分から午前11時40分と推定する。こうした機会は滅多にないことだからと思ったのか、2人が出発して20分くらいが経過した後、おもむろに典子さんが、せっかく来たのだから賽銭だけでも入れてくると言って参拝用のお賽銭を準備し、典子さんはカバンや財布は持たず101円の小銭と赤い傘を持って2人を追いかけ神社へと向かった。この時の時刻がお昼の午後12時頃と推定。その後、赤ちゃんがぐずったので典子さんの娘が車から降りて赤ちゃんをあやしていたところ、境内から数十メートル離れた林道に佇む典子さんらしき姿を目撃する。どうしてあんなところにいるんだろう、境内は別の方角なのに、と典子さんの娘はいぶかしく感じたが、数十秒ほど目を離すと典子さんらしき姿は見えなくなっていた。三代沢赤城神社の拝殿は車を止めた第一駐車場から徒歩で3分ほどの場所にある。典子さんの夫とおじは参拝と御神水の水汲みを終えてしばらくして車に戻ったが、典子さんとは会わなかったという。典子さんが車を出てから6分が経過した12時10分前後、心配になった典子さんの娘が周辺を探してみたが、典子さんの姿はどこにも見当たらない。典子さんは夫やおじとは異なり、拝殿までの道のりが近道となる林道を通っていった。その時の格好は眼鏡着用で赤い傘を差して、ピンクの長袖シャツに黒のスカート、ハイビスカスがついた青いサンダルという非常に目立つものだった。娘は懸命に典子さんを捜索している際に帽子を目深にかぶった3人組とすれ違ったと証言。その後、家族は1時間ほど典子さんを捜索したが発見できず、
同日の13時30分頃に群馬県警大御警察署に捜索願いを提出。同日夕方からは警察と消防を合わせて80人体制で典子さんの捜索が開始された。捜査には警察犬も投入されたが、折しも典子さんの失踪は雨が降る最中だったせいか、車通りが多い場所まで来ると警察犬も典子さんの匂いを追えなくなってしまった。この警察犬の嗅覚捜索が本事件の失踪における重要な判断材料の一つとなる。引き続き赤城神社や付近一帯の捜索が警察や消防団によって10日間行われ、延べ100人もの規模で実施されたが、典子さんを発見することができなかった。その後も山狩りやヘリコプターにおける上空からの捜索、それと並行して周辺住民への聞き込み捜査も10日間延べ100人の捜査員を投入して行われたが、不審な人物や物音を聞いた人は誰もおらず、典子さんの行方や遺留品などの手がかりも発見されなかった。また群馬県警にも20件ほどの情報提供があったが、典子さん発見に結びつく有力なものはなかった。この情報提供の中には、三代沢赤城神社から北へ 3km ほどに位置する赤城不動大滝周辺の林道で典子さんに似た人を見かけたというのもあったが、真偽は定かではない。典子さん失踪から7ヶ月後に失踪当日と同じ時間帯の三代沢赤城神社で偶然にも撮影されたホームビデオが撮影者によってテレビ朝日へ提供され、同局のワイドショー番組スーパーモーニング内で公開された。そのホームビデオには典子さんらしき女性が映っていたが、確認した典子さんの夫は別人、顔も違うと否定。ただそのホームビデオにはもう一つ、何者かに傘を差し出すような人物の姿が小さくだが映り込んでいた。その人物の髪型は典子さんと非常に似ていて、傘の色も典子さんが失踪当時に持っていた傘と同じ赤色だった。しかしその人物からの申し出が出ることはなかった。このホームビデオの件は後に検証する。典子さんが失踪して数日後には千葉県白井市の自宅へ無言電話が複数回かかってきたことがあり、電話のナンバーディスプレイに表示された局番が鳥取県米子市と大阪府からと判明しているが、典子さんとの関係は不明。失踪から8年後の2006年、ビラ配り等の地道な捜索活動を続けていた典子さんの家族はテレビ朝日系列の公開捜査番組奇跡の扉テレビの力に出演するなどして情報提供を訴え、2年後の2008年には群馬県警が典子さんの顔写真などを掲載したビラを500枚配布、情報提供を呼びかけた。しかしいずれも典子さん発見につながる有力な情報は得られなかった。そして2008年6月に失踪宣告の手続きが家族によって行われ、現在では典子さんの捜索は打ち切られている。6分間の謎。典子さんは耳が不自由で普段から補聴器をつけていたが、失踪した時はなぜか補聴器をつけずに車中へ置いた状態だった。典子さんは補聴器をつけていない状態だと時折めまいを起こして倒れることもあった。これは典子さんがメニエール病という持病を持っていることに起因してくる。メニエール病とは耳鳴りや聞こえにくい症状などが繰り返して起こるのが特徴だ。偏頭痛持ちの人ならわかるだろうが、典子さんの失踪当時のように気圧が低い天候の場合はなおさら発作が起きやすくなる。典子さんが何時の段階で補聴器を外したのかわからないが、少なくともすぐに戻るつもりだったからつけなかったというのはあまり考えられない。なぜならメニエール病とは症状が落ち着いていても突然発作が出てくるのが特徴だからだ。にもかかわらず典子さんは赤城神社に着いた時には補聴器を外していた。これは一体どういうことなのか。典子さんが参拝に向かってから娘が探しに行くまでの6分間には他にも謎がある。事件当日は多くの人たちが赤城神社へ参拝に来ていた。この人出に加えて典子さんが失踪した時刻は昼間の12時だ。いくら雨が降っていたとはいえ、赤い傘を差してピンクのシャツに青いハイビスカス柄のサンダルという派手な格好で参拝をしていれば誰かの目には留まりそうなものだが、
のりこさんを目撃したという情報は得られていない。のりこさんが車外に出た時はサンダルだ。整備されている参道で片道3分とはいえ、のりこさんが拝殿に向かった C ルートは山道で地面も雨でぬかるんでいる。サンダルではそんなに早く歩くことはできないだろう。だが娘が心配して探しに行った6分後にはのりこさんの姿はどこにもなかった。この6分間の間には娘が赤い傘を差して C ルートの林道で佇むのりこさんを目撃している。そしてあのホームビデオに映っていたのりこさんらしき女性だ。この女性は隣にいた人物に傘を差している。女性がのりこさんだとして相手が雨に濡れないように傘を差しているとの気遣いが推測できる。この6分間においてのりこさんが林道に佇み何者かに傘を差している2つの行動にのりこさん失踪のヒントが隠されていた。ネットの考察。のりこさん失踪事件においては SNS 上や他の考察系 YouTuber たちも様々な説を考察している。主には神隠し説、亡国の拉致説、のりこさんの不倫などにおける自発的失踪説、第三者による連れ去り説、そして事故説などだ。そうした諸説を一つ一つ検証しているといくら時間があっても足りないので、ここでは一点に絞って検証する。それはそもそものりこさんは三代沢赤城神社へ来ていなかった説だ。その説を唱えている人たちの根拠は3つある。1つは三代沢赤城神社においてのりこさんを目撃した情報がないこと。2つ目はのりこさん失踪時において家族が詳細な証言をしすぎていること。そして3つ目が家族がのりこさんの失踪宣告の手続きを行ったことだ。確かにこの失踪事件においてのりこさんを三代沢赤城神社で目撃したという情報は得られていない。またのりこさんがお賽銭として財布から101円の小銭を取り出して持って行ったという具体的な金額まで言っていた。同じ状況下で相手が財布から小銭をいくら取り出して持って行ったなんてことはまずわからないだろう。さらに2006年までは家族がビラ配りやテレビ出演をして積極的にのりこさんの行方を追っていたのにもかかわらず、そのわずか2年後の2008年6月に家族がのりこさん失踪宣告の手続きを突然行っている。なるほど、これらの点を踏まえればのりこさんが赤城神社に来ていなかったことにも一応の説得力はある。またのりこさんは別な理由で失踪したが、家族が三代沢赤城神社でのりこさんが101円持ったまま突如失踪したと意味深に作り上げ、それにマスコミが飛びついてセンセーショナルに取り上げてもらうことでのりこさん捜索における精度の高い情報提供や居場所を特定しようとしたのなら、これも一理ある。だがのりこさんが確実に三代沢赤城神社に来ていたのは群馬県警のある捜査がすでに証明していた。氷室英介の考察。ではのりこさんが確実に三代沢赤城神社に来ていたことを証明していた群馬県警のある捜査とは何か。それは警察犬の嗅覚捜索だ。群馬県の地方新聞である上毛新聞はのりこさん失踪時に群馬県警が警察犬を投入して神社内の捜索活動を実施したが、車が入れる場所まで来ると警察犬が立ち止まってしまったと報じている。確かに失踪当時は雨で警察犬ものりこさんの匂いを追うのは難しかったであろう。そのことは石井舞ちゃん行方不明事件でも説明した通りだ。だが上毛新聞の報道が事実ならば警察犬もある程度まではのりこさんの匂いを嗅ぎつけていたことがわかる。もし警察犬がのりこさんの匂いを全く嗅ぎつけることができなかったのであれば、車が入れる場所まで来ると警察犬が立ち止まってしまったとは言わないからだ。かすかでも警察犬がのりこさんの匂いを嗅ぎつけて終えたのなら、それは文字通り1998年5月3日に静香のりこさんは確実に群馬県の三代沢赤城神社へ来ていたことを意味する。そもそものりこさんが三代沢赤城神社に来ていなかった、つまりのりこさん家族による偽装説をネットで拡散している人たちはこの点についてどう思っているのだろうか。こののりこさん家族による偽装説においては、家族がのりこさんを殺害して保険金をせしめるために
失踪を偽装したなどというバカバカしい考察をネットで披露している人たちがいる。失踪宣告の手続き開始7年が過ぎても、家族はのりこさんの捜索活動を継続していた事実は受け止めなければならない。保険金目当ての偽装工作なら捜索活動など継続せずにすぐ失踪宣告の手続きに入るはずだからだ。よってのりこさんが赤城神社に来ていたことを前提に失踪の経緯を考察する。あくまでも私の個人的な考察となるが、のりこさんは赤城神社で何者かと合流した上で失踪したと思われる。その根拠がのりこさんが林道で佇んでいたとする娘の証言と赤城神社でのりこさんを目撃した人がいないということだ。この2つを論理的に説明できる考察は一つある。それはのりこさんが誰かと待ち合わせをするために人目を避け、その人物と合流した後すぐに赤城神社から立ち去ったということだ。連れ去りや暴行目的であればのりこさんは悲鳴を上げて抵抗したであろう。しかし神社付近の聞き込みやテレビ朝日に提供されたホームビデオからはそうした騒ぎは確認されていない。またのりこさんが赤城不動大竹方面などの山中に迷い込み事故に遭った可能性も低い。なぜなら警察犬はその真逆の方向である車通り手前まではのりこさんの匂いを嗅ぎつけていたからだ。仮にのりこさんが山中で事故に遭ったのなら、警察犬は赤城不動大滝などに通じる山道で立ち止まっていたと思われる。おそらくこの考察で想定される指摘は、赤城神社に参拝に行くことは急に義母が言い出したのだから、のりこさんが誰かと待ち合わせをする時間がないことだろう。だがそうした指摘をする人たちはあることを忘れている。それはのりこさんは5月2日の時点で群馬県の義母宅へ来訪していたことだ。のりこさんが群馬県内で誰かと待ち合わせをしたとしよう。5月2日に群馬県へ行く前に A に対して、5月2日から群馬県の義母宅に行きます、だから A さんも群馬県内に来れますか、とのりこさんが電話する。義母宅へ行くことは数日前から決まっていた事案だと思われる。距離における A とのタイムラグ第一段階はこれで解消は可能。問題は第二段階における義母の急な思いつきによる赤城神社への参拝だろう。これには1時間の猶予しかなかったが、 A との連絡が 100% 不可能というわけでもない。トイレなどを理由に抜け出し、公衆電話から A に、これから入佐は赤城神社へ参拝に行きます、お昼の12時に第一駐車場脇の林道で待ち合わせしたい、と言えば可能だろう。のりこさんは赤城神社へは何回か訪れている。第一駐車場脇の林道ならば人目につきにくいことも知っていた。のりこさんは夫や叔父の後を追って車の外に出たが、これは二人が早く戻ってきてもせっかく来たのだから私も参拝してくると言って抜け出すことは可能だ。ここでのりこさんが財布から取り出した101円の疑問について話しておこう。賽銭箱の上を見るとほとんどの神社には鈴がついており、お寺にはワニ口というものがついている。これは性的な象徴であると一説には言われている。つまり神社は男性でお寺は女性、紅白で言えば男性が白、女性は紅だ。よって神社へ参拝する時の賽銭は白い硬貨を用いることがある。その点を踏まえればのりこさんが家族に神社だから101円持っていくと言って100円玉と1円玉を選んで取り出したとしても何らおかしくはない。101円に関してはそうした意味合いもある。なお補聴器についてはのりこさんが予備の補聴器を持っていた可能性があることを推測しておく。本事件において最大の不可解な点はのりこさんの失踪理由だ。その手がかりの一つとなるのがのりこさんが普段から韓国語の勉強をしていたことにある。のりこさんがなぜ韓国語の勉強をしていたかは定かではないが、少なくとも韓国に関心を持っていたことは想定される。切墨山の事件でも説明したが、のりこさんが失踪した群馬県は新潟県に接している。新潟県はかつて某国と日本国を結んでいた貨客船の寄港地となっていた。千葉県から東京都、埼玉県、山梨県、長野県を経て新潟県へと抜ける通称大町ルート上では、特定失踪者の行方不明事件が頻発していた。この大町ルートとは別に群馬県が太平洋側と日本海側を結ぶルート、私が想定する前橋ルートになっていた可能性がある。
新潟県が某国の貨客船寄港地となっていたならば、その新潟県に接する群馬県、特に前橋は地理的条件から言って某国における拉致や工作活動の拠点があっても何ら不思議ではない。ちなみに、のりこさんが失踪した1998年は新潟県立長岡高校を卒業したばかりだった新潟県長岡市在住の中村美奈子さん、当時18歳が4月6日から行方不明となっている。事件の詳細は割愛するが、この中村さんに関しては韓国行きの旅行券を使って翌日の4月7日に韓国へ入国したことが記録として残されているが、当該旅行券を手配したのは中村さんではなく24歳前後のハスキーボイスな女性だったという。のりこさん失踪も某国による拉致の可能性を排除できない事案として、特定失踪者問題調査会も考慮するべきだとこの場を借りて提言し、のりこさん失踪事件の考察を終了させていただく。一日も早く静香のりこさんが無事に発見されることを願います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントやベルマーク通知をお願いいたします。氷室英介。